この番組においておなじみとなった木村光弘代表のご登場です。木村代表は社会愛国団体一水会の代表として主に民間外交において活躍されてきました。特にアメリカからの圧力によって封殺されてきたも同然の対イラク、そして対ロシアの外交に木村代表は奔走されてきました。その木村代表を招いて安倍総理の言う戦後レジームからの脱却のためにはいわゆるレコンキスタ、つまり失地回復の強い姿勢がなければならないということをめぐって議論していただきます。それでは先生方よろしくお願いいたします。あ、よくいらしてください。のっけから冗談口でね、恐縮なんだけど、行動派右翼と聞くと朝子さんやっぱちょっと怖い感じあるだろ。僕も人の子でね怖いけどね、もうおなじみになっちゃった。その理由はね本当なんだけど、はい、特に今度のようなね戦後レジーム体制って意味ですが、戦後体制からの脱却ということをね、きちっと述べてくれる方がどこにいるかなと考えて、ほんのわずかいるんですよ、はい、でもね木村さんを含めて本当に片手ご本の指もね多すぎるぐらい少ないんですよ。それでおなじみとなった、はい、よくぞいらしてくださいよろしくお願いします。のっけにね雑だめていけすけど、僕は本当なんですけども、ちょっとね家庭事情もあって貧乏のせいじゃないんですけど、新聞1年半に撮ってないんですよ。ということはね、ニュースにちょっと疎いんですけどね、今度なんかあのイスラム国で日本人の2人の、僕名前も覚えてないんだけど、なんか拉致されてね、それでなんかね僕は情報ないんだけど、木村さんはちょうどなんか安倍首相がイスラエル、パレスチナあたりにいてね、やっぱりこうテロは許されないっていう外交的宣言をされて、それはそれでもちろん必要なんですけど、付け足しと言っちゃ失礼だけど、どうですか民間外交の親分としてご意見は。安倍総理がちょうどアラブ諸国、特にイスラエルを訪問された時期に合わせてね、アラブに対するそのイスラム国から避難してきた人たちの避難民の方々に2億ドルの支援をするとか、さらにはそのイスラム国と戦っている国々を支援すると、戦闘宣言みたいな形をね、相手から見るとですね、まあ声明で、で実際お金を融資するということになると、やっぱりイスラム国側から見れば、日本人をその今まで拘束している人をどうやってカードとして使おうかなというふうになるのはね、まあ、あるなっていう気はするんですね。そうですね。ただ日本のね報道のされ方って、新聞読んでないから当てずっぽうがあるんだけど、なんかこの間妙でイスラム国と聞いた途端にね、金銭目当てにテロをやっている悪い人たちということで、それ平気で言われてるんで、これテレビのね、ニュース番組みたいなところです。それはね、ちょっとそれ以上のことを言われてないんですよね。もちろん僕もね、感情論として言えばね、もう実は当たりとも国を作り得なかったクルド族がね、どうにか石油利権を手に入れて、で独立したいと。もちろんね、イラクのみならずシリアもトルコも反対してるんでしょうけどね。でそこにアメリカが、まあ、それに加担する形で、実はそのアサド政権その他をね追い払うという、 そのつながり見たらね、クルド族への素朴な僕同情もあるけども、同時にそこにアメリカが手を突っ込んでね、やっぱりいろんな意味でイスラム諸国を解体し、自分の意にねそぐうようにしているってことを考えたら、なんか日本人のねニュース解説のさ、イスラム国は悪い国だから、テロはもっと悪いことおしまいってね、言うんじゃすまない。僕はそれ以上のこと言えないけど、安倍首相にも、本当は文句言いたいとこありますね。この番組はアパグループの提供でお送りします。
表現者塾第3期生を募集しています。第3期表現者塾は3月から全6回開催され、ご覧のコースの方々が塾生たちと本質的な議論を展開します。参加をご希望の方は氏名、年齢、職業、住所、連絡先、志望理由などをお書き添えの上、ご覧の宛先までファックスまたは郵送にてお申し込みください。テロは許されないって宣言は面白い、僕それはいいんですよ。ましてや、ね、首相となったらそうでしょう。でも同時にね、どこか表現はその穏やかか過激かいろんなことあるけども、そういうところにね、もうすでにこれはもうイラク戦争以来ね、例えばイラクの一般市民だってもう10万を優に超えて犠牲になってる、死んでるね、ほら本当もろもろですよ。そういうね、殺戮の土地にね、はっきり言えばのこのこと入っていく日本人は、の軽率はね、お願いだから気をつけていただきたいってことを、どっかで入れないとね、何かと思うんですけど、日本人の多くは僕と同じじゃないかな、あの二人それぞれどれだけ軽率かもしらんけど、何が起こるか分かりませんよ、それならばそういうことを覚悟していったんでしょうなぐらいのことをね、首相が言っちゃ角が立つけども、うん、僕は何言っても角は立たないですけど、まあ基本的にはそこのイスラム国の出現してきた状況とは何かということですよね、うん、結局今先生おっしゃったようにアメリカのイラクの、うん、そのサダム・フセイン政権を倒したとこから出発して、はい、さらにはアサド政権シリアの、うん、これを解体することによっていこうと思ったんですけど、まあ、アサドが残りまして、うん、でその中でアサドと戦ってたり、さらにはそのアメリカと戦ってた、またはイラクで言えばマリキ政権と戦ってた、うん、その反対勢派の人たちがイスラム国をシリアまたはイラクの人たちで組んだと、うん、でここにはあの一種 の, その出現の仕方としては、うん、イスラムの回帰、イスラムへの本質的な回帰という国家を作るっていうのがあるんですよね、うん、でそうなりますから、まあ、今日レゴンキッサがテーマですけど、うん、イスラムへのレコンキスタでね、うん、そうそう、あるというのもイスラム国の出現になるわけですよね。ところが今言われてるのはこのイスラム国の、うん、人たちの出現は確かにそういうような、うん、イスラム復興なんだけど、うん、実は他のイスラム諸国に対して、要するに穏健なイスラム教徒の人たちはすごくこの人たちを忌み嫌ってるんですよね、うん、何嫌ってるかっていうと、この人たちは、まあ、いわばいわゆるコモンセンス、常識みたいなものが、ね、うん、イスラムにおける、寛容でとかその立場の協調性ってはないと、非常に原理より詐欺に突き進んじゃってる人たちだと、うんうん、そうそう、朝子さんね、あの楽しか、例えばこの場で一度言ったことなんだけど、 IS イスラミックステイトっていうでしょ、うん、とかこのステイトっていう、日本人この国と訳してイスラム国ってお決まりなんだけど、ステイトっていうのはもともと、あのちょっと急いで書きますが、状態っていう意味なんですね、しかもね、状態って言ってはなんだけど、歴史的に残された状態、状態っていうのはそう簡単に変えてはいけない、変えられないと。だからイスラミックステートと聞いた時に、僕たちが思い浮かべるべきは、イスラムの、ね、長い何千年の歴史、1500年か、その歴史の状態をね、なんか特に21世紀急激に壊されたと、うん、したがってそのイスラムというのは状態をね、取り戻そうとアラブの人たちが思うのは、それ自体はむしろ当たり前のことだろうな。だがしかし、ここで木村さんおっしゃったように、その取り戻し方においてね、うん、非常にこうなんていうかな、過激すぎたり極端だったり穏健だったりね、常識うんってことあるんだ、そういう議論をしないんですよね。イスラム国悪い国っておしまいっていうね、だから元の正せばイスラムの状態を取り戻そうとすること自体は、おっしゃったように社会正義と言わざるを得ないっていうね、その程度の理解は前提とした上でものを言わないとね、それはもう単にアメリカの後をくっついているね、それこそ、うん、だからイラクの大量破壊兵器を保持しているということを口実に、うん、アメリカのブッシュ政権がイラクを壊したのは大きなテロリズムの一つですよね。もちろん、ね、一応国家テロですよね。国家テロですよね。
でそこから出現してきたと、うん、そしてそれに対してみんなが 封じ込めようとするときに反発してくると、うん、で弱小国家としては手段として人も来れば、うん、ジャーナリストが来ればこれは、スパイじゃないかとかって疑っていろいろ聞いて、拘束して、うん、さらには解放するためには、まあ身代金をねよこせとかそうなってきますわ ね、うん、そうですよね。ただですねちょっと危ないのは実はそのイスラム諸国の出現にはですね、うん、どうもちょっと暴力的なことの言う人がアラブの国々の人たちに多くて、うんうん、実はこれは他のもうすでにあるイスラム国家穏健な、うんうん、そういうイスラム国家を解体する、うん、結局精神的にもイスラムに帰っていかなきゃいけないっていうとこの人たちは堕落してると思われちゃうわけです ね、うん、そうだね、ね、その尊敬派はそれをやるためにああいう、まあ、抵抗反対運動者たちを結束させて金を出した、うん、これはどうもイスラエルじゃないかとかですね、うん、そういう陰謀主観的な見えたことも言う人がね、うん、アラブの中には多いんですよ。そうですね、で結局その根拠は何かっていうとこのイスラム国がですね2つのタブーがあると言われてるんです、うん、で2つのタブーは何かって言ってますね、うん、イスラエルのことの認識は言わないんですね。ああなるほどね、うん、って言われてるんですね。だから本来今回イスラエルなんでそんなイスラエルだとか、うんうん、まあジューリッシュのね、うん、国に対して行ってそういうことを応援するのはおかしいじゃないかということも言わないんですよ、うん、イスラム国に対してテロだということでおかしいじゃないかってこと、うん、でもう一つのタブーというのはパレスチナ問題なんですよ。イスラム国が本来アラブの連帯のとこから出たら、うん、一番アラブ諸国で困っているのは、うん、イスラエルにやられたパレスチナなんですよ、うん、で今パレスチナ運動が国家承認だとかいろいろ国際社会に入っていくさなかにね、うん、そのについても言及しないんですよ、うん、2つの多分、うん、だからねパレスチナの方やアラブの方から見ると、うん、イスラム国っていうのはモハマドに帰ってカリフ制っていう指導者を置いて昔に戻ると言ってんだけど、うん、今進言する現実のアラブ問題に関してはイスラエルに対して敵なのか敵じゃないのかも言わない、うん、パレスチナ問題に対して連帯するのか支援するのかも言わない、これが実は何なんだ、うん、と言って結局金を出してるのは、うん、イスラエル系だね、うんに作られてんじゃないかっていうことをですね。なるほどね。そういうこと詳しくないけどそういう話聞いてるとねやっぱり下手にね日本人が生半可なね同情とかその認識でね介入できないようなことが今アラブに起こってる。でも元を正せば浅子ちゃんご存知例えばロシア革命なんて言うけどねレーニンの封印列車ってご存知？簡単に言うとドイツからお金をもらって列車を封印した人に見えないようにして実はロシアの革命すでに起こってるんだけどモスクワに運び込まれたわけさ。やっぱりドイツはその時第一次世界大戦ですから、ね、ロシアがやめてくれることはねドイツはあれでイギリスとその後戦ってるんですからその背中の方のロシアがやめたと言ってくれればものすごい助かる、うん、そのやめさせるためにレーニンとボルシェヴィキいわゆる、まあ、多数派って意味なんですが、まあ、通称過激派のねレーニンをこう送り込むってなことが今100年前ですよね。1917年だからちょうど100年近く前そういうことはね革命とか戦争にはもうつきもんなんですよね。どうもね近々の情報言ってるうちにね残り時間少なくなってきた。本来ね小宮さんお呼びしたテーマはまあ、今と関係ないわけじゃないけど、ねはい、レコンキスタちょっと新聞これはね一水会の機関誌なんですよ。で何すごいね40周年なんだって、うん、僕もね祝賀の弁を述べてますけど、まあ、それはいいんだけど、うん、ここに書きましたが、うん、レコンキスタっていうのはねこれ有名な今のイスラムと関係あるのかこれ逆にスペインのキリスト教徒がね、うんグラナダその他が最後残るんだけどもそのイスラム教徒をねそのイベリア半島から追い出す時にねキリスト教徒たちがかざしたセリフがレコンキスタで要するにレってのは再びねコンカーって英語もありくる征服って意味ですもっとやっぱりその再征服者再征服って意味かな、うん、でもそういうふうに言われてて普通はね失地回復って
イスラムに取られたイベリア半島をね、再び我々が取り戻すという意味で失地回復という意味で使われてるんですけども、うん、木村さんはイスラム教徒でもイベリアのキリスト教徒でもないのに何故でコンキスタを40年もやっておられたか。先輩たちがですね、はい、機関誌の名前としてレコンキスタっていうのを1972年ですね、うん、昭和47年に作ったんですね。で、まあ、当時の先輩がこの名前を付けたのは日本が戦後占領体制で失っちゃったものの精神的な日本人の心、うん、さらには領土なんかをですね、うん、取り戻そうということで、うん、レコンキスタをスペインのレコンキスタ運動に、うん、ちなんでつけたと言ってました。でただそのところはですね、まあ、右翼団体親右翼団体の機関紙はどっちかというと漢字があったり、いや、非常に難しいね、カタカナ英語を嫌うと、英語を嫌ってたんですよ。ところがニューライトの人たちの中では山浦先輩っていうのがいるんですけど、日本学生会議、ね、今月刊日本ね、うん、で日本学生会議をやってた山浦さんたちのグループはジャスコという、ああジャパンスチューデントコングレスっていうので、ああ、ジャスコという機関紙を、スーパーマーケットの名前かなと思っちゃったけど違うなんですけど、ジャスコね、うん、であと新民族主義運動っていうのをやってた方は、うん、ネオホルクっていうんですかね、ホルク、そういう機関紙を出してて、ああで斬新な感じで出していたということを聞きました。うんうん、でも内容はやっぱり戦後の占領体制から来るですね、ポツダム・ヤルタっていう体制のね、日本のあり方を否定して取り戻そうということで、ね、僕はね、話ずらして悪いんだけどね、レ・コンケランって言葉を19歳の時に覚えてて、実はこれアンドレ・マルロの小説の題名で、フランス語ですからね、このレ・コンケランっていうのは最、うん、あ、ごめんなさい、レってのはこの場合再びじゃなくて、うん、漢詩の方のレ、うん、LE になるんですけどね、コンケランっていうのはね、征服者って意味なんですよ。これ簡単に言うと、これ関東ね、中南シナの関東放棄、その時のことを、ね、題材を取ったアンドレ・マルローのね、恐るべき小説、先ほどのテロとも関係ありますがね、その時に、まあ、として中国人のテロリストのことを描いてるんですけど、信じたかな、どれほど恐るべきテロがね、関東放棄をめぐって行われているかと、それにね、ヨーロッパから、今度は日本人がのろのろ言ってますけど、当時ね、やっぱりあなた全部ヨーロッパの植民地ですからね、東南アジアはね、だからその関東なんかすぐそばでしょ、それはヨーロッパ人たちの、まあ穴で言えば左翼っていうか革命家たちが冒険の地を求めてね、アジアに入り込むわけですよ。それでもちろんロシアも来るんでしょ、そういうね、1920年代の話ですからね、そういう関東放棄をめぐるね、もうすでに革命成就したロシアのことも含めて、ヨーロッパとアジア、アジア、東南アジア、それがどんなに凄まじくね、絡み合っていくかってことをね、こんな短い小説なんですけどね、レ・コンケランと征服者と訳されてて、それを読んで僕は偉くね、ニヒリストになって、ついでに言うとね、そんなこと言うのやめよう、革命とかいうものに参加してみたいな、今拉致されてる人と先ほど軽蔑的に言ったけど、19歳の僕はそんなもんだって、国内で拉致されてたようなもんだ。表現者塾第3期生を募集しています。第3期表現者塾は3月から全6回開催され、ご覧のコースの方々が塾生たちと本質的な議論を展開します。参加をご希望の方は氏名、年齢、職業、住所、連絡先、志望理由などをお書き添えの上、ご覧の宛先までファックスまたは郵送にてお申し込みください。日本人の場合ね、戦後レジウムの脱却、レコンキスタでもなんかものすごい弱いとこあるのは、露骨に言うとね、北方領土の失地回復とかね、あれは竹島の失地回復、韓国に取られてますからね、でも考えてみると、沖縄はね、もちろん国際条約結んでるんですよ、安保条約に巡って、だから普通のね、制服とは違うけども、
中身から言えば当にアメリカに取られっぱなしなわけですよ、うん、70年間、うん、沖縄あたりをね取られておいてね、それについてのレコンキスタを言わずにね、対ロシアとか対中国、うん、対韓国言っててもどっかなんかね腰の定まらねえ話だなっていう思いが僕ガキの頃からあるけど、レコンキスタっていうのは、まあ、これフランス語、フランスでもそうですけど、もともとスペインの、ね、言葉で、だから沖縄もそうですけれども、やっぱり日本の全体の中でね、占領政策がやっぱり経済発展を遂げて裕福になっちゃったという、うん、経済の成功国家になったことがね、沖縄を捉えたり、またはその北方領土を捉えたり、尖閣を捉えたり、尖閣はまあ実効支配してますけど、なんかそこで元気をね、そっちに振り向けないっていうような、だから逆に言えば元気を振り向けた成功例っていうのは、経済的にいいか悪いか別にしてこれだけ発展して勝ち取ったというところに、レコンキスタの価値みたいなものをね置いちゃったんじゃないかなと。多分ね、木村さん、僕もそうなんですけど、湿地って言った時のね、地っていうのはさ、単にその領土、テリトリーっていうのはもともと土地って意味なんですけどね、その土地って物理的なもんだけじゃなくてね、本当やっぱもう精神の領野っていうのかな、日本人の精神の領土がね、あの大敗戦以来屈服して、牛乳チョコレートシガレットっつってさ、で憲法も作ってもらうね、安保条約も一方的に何のかのという形でね、日本人の精神の領土っていうものはもう遠にね奪われ尽くしてると言っても過言じゃない、そういうことをね、やっぱりそのレコンキスタしたいっていう、そういう趣旨なんです。そうですね、まあ、僕もね、それだけはね、それだけはその愚か者であった二十歳の頃からね、何一つ変わる、違うな、小学校1年生からそう思ってた本当なんですよ。いや、だから領土だけとかですね、現状だけっていうものではないんですけど、やはり経済的な成功が、達成しちゃったもんですからね、やっぱり日本人のじゃあ、精神的な、生き方みたいなものもですね、ちょっとふやふやになっちゃったりしてるのかなっていう気がしますね、僕は別に反米でも何でもないんですよ。僕は、ね、アメリカなんかも極論するとどうでもいいよ、人の国のことは僕は口出ししてもしょうがない。でもね、その日本人ですから、日本のことには口出しせざるべからずな、そう考えた時にね、日本人の中にね、具体的なアメリカというよりもアメリカ的なるものがね、もう単に憲法だけじゃないんですよ、ものの考え方、そのあたりのね、街を歩いてる人間たちとかね、それこそ音楽奏でてるね、コンサート会場に集まってるやつらとか、テレビのスイッチひねった番組のあり方に至るまでね、もうとことんね、アメリカ的なるもの、別名あれかな、モダニズムです、近代主義的な、なるものによってね、とことんやられて、それはもちろんアメリカだけじゃないんで、アメリカは見事な典型なんですよ、そういうね。これ僕が喋りすぎて悪い、いつもそうなんだ、評判悪いんで、最近僕喋りすぎだしてそんなことない。この番組はアパグループの提供でお送りしました。これ何でも言うよ、何で言っても誰も従ってくれないから、僕も何でも言うんだけどね、モダン、これね、日本人近代的なんて言うけど、これ本当あれなんですよ、モデルね、模型、それからモードね、モードって様式だけど、まあ流行っていうんですね、この3つはね、つながってるんですよ、言葉がそうでしょ。ですからね、モダンっていうのは近代って訳したのがそもそも間違いで、モダンって何かって言ったらね、分かりやすい模型、モデルね、それがね、巨大なモードとなって世にはびこるという、それをね、素晴らしいとする時代のことを指して、モダンエイジっていうふうにね、だから模型時代とか流行時代とか訳した方がいいぐらいのね、その見事なね、見本がアメリカっていうもんだったんですよね。もう本当は旧ソ連も 別の種類だけど、そうなんだけど、それにね飲み込まれてね、それで発展しましたとかなんかって言われたってね、僕がイスラム教徒だったら、なんか何かこうね、そういう意味で木村さんはね、
僕なんかある意味じゃ弁舌の都に過ぎないんだけど、あ、筆も書いてるから筆舌の都に過ぎないんだけど、彼はね本当にいろんな意味での行動っていうのかな、政治的実践ね、飛行機に乗って、クリミア行ったりさかつてはバグダッドに行ったりさ、もう動き回ってよくも生きてるっていうぐらい、彼がイスラム国に逮捕されずに身代金を要求されずに今ここにいてくれるってことがとりあえずで言えば奇跡だってことで一週目終わっていいでしょうか。第二週目はね、やっぱもうちょっとアメリカ絡みのことについてね、戦国をレジームからの脱却について語るということ。ごめんなさい、今日は喋りすぎましたが、ありがとうございました。ありがとうございました。